大規模接種会場の運用開始は昨日の新型コロナウイルス感染症対策本部委員会議で正式決定したもので会場は岐阜市の岐阜産業会館が決まっています予約は来月上旬から始まり12日から接種を開始する予定で1週間あたり最大4,000人の接種を目指しています選択肢が増えるということだと思いますね大規模接種会場を作りますと国の方は 追加的にあのモデルなワクチンを出してくれるわけですよね。また大垣市の会場はソフトピアジャパンを念頭に調整中だということです。